こんにちは、ドリキンです。5月2024年5月3日、一応サンフランシスコの3日なんで、日本時間だともう4日かもしれませんが、当日収録しております。ドリキンサブチャンネル、今日はまたちょっと趣向を変えまして、屋外にやってまいりました。というのも、まあ、最近ドハマりしているこのインスタ360X4 なんですけど、でもなんかもう今めっちゃテンション下がってんですよね。なんか X4 のインスタントカメラモードっていうのがありまして、これを使うと、まあ、4K の、まあ、360度カメラなんですけども、ボディ内でなんかすごい鳥が鳴いてますけど、ボディ内で 4K30 フレームの動画がそのまま撮れちゃうんで、まあ、マイクの性能がちょっと不安ではあるんですけど、これでやってしまえばこのワタレックスタイルの取っ手出しが、インスタ360でもいけるんじゃないかと。で、結構このなんかインスタ360インスタカメラインスタントカメラモードだと、顔認識180度のその180度ずつある前後のカメラの片面だけ使うんですよね。で、あ、カメラ切り替えられないのか、あ、無念、カメラ切り替えられないんですけど、なんか前後で切り替えれればそれはそれで面白いかなと思ったんですけど、まあ、片面ですね。まあ、こうやって逆向ければ逆向けることもできると思うんですけど、なんかね、顔を認識してるんですよ、モニターを見てると。だから180度の範囲である程度顔認識してくれるんじゃないかなと思いまして、なんかこういう本当は今ここに置いて、こういうところを置いて少し斜めに角度が、今ちょっと手で角度しちゃってますけど、本当にやるとこうなっちゃうんですけど、上に勝手にこう180度カメラ分で上向けて撮ってくれたら、なんかなんですか、オズモポケット3みたいな感じの、物理ジンバルはないんだけど、オズポケみたいな感じで結構顔追従しながらアングル変えてくれるみたいなのができたら面白いなと思ったんですけど、実際のところはなんか顔認識して露出を撮ってるだけっぽいですね。顔認識露出してるっぽいです。で、今なんで今テンション下がってるかっていうとですね、その今ここのこの木のところに、これ今風がすごいんですよ、ここ海沿いで。ただですね、今日風が強くて、なのでちょっと風が防げるようにこの岩のこう角になってるところで撮ったらいけるんじゃないかと思って、でここに最初置こうと思ったんですよね。で、平らに置いてても、さっき言ったみたいに、なんかこうディスプレイがうまく360、この広い画角を利用してですね、上にこう画角が移動してくれれば、うまくアングル作れるんじゃないかと思ってやったんですけど、残念ながらその機能がそういうわけではなくて、まあ、180度で普通に撮ってるだけ で角度をつけなきゃいけないなと思って、ここに置いた状態で角度をつけなきゃいけないなと思って、ちょっとこうグーってやったら、なんとここのめちゃコンクリのここに、もうほんとあれですよ、ほんとコツンですよ、コツンも言ってないんじゃないかっていうぐらい、もうなんかコッっていう感じで、もう聞こえるか聞こえないかが取って、レンズが触れたんですよね。わかります？僕レンズガードなし運用をしてるんですけど、やっぱりインスタ360X4 の画質を最大限引き出したいので、まあ、プレミアムレンズガードも開封まだしてなくて、レンズガードなし運用でいけるんじゃないかと、今回の僕はレンズガードなし運用いけるんじゃないかとちょっと自信ができてきたんで、まあもちろんこのケースを使って普段はこれに入れていって、撮るときだけむき出しにしててれば、まあレンズなし運用でも全然いけるんじゃないかと思ったんで、レンズカバーなし運用でもいけるんじゃないかと思ったんで、やってたんですけど、慎重に慎重を期してたんですけど、ここにトンって置いたときに、もう本当にちょっとこうやってここで角度をくってやろうとしたときに、本当に背中のレンズが、後ろ背面のレンズがコツって当たったらちょっと傷つきました。多分画質に影響ないレベルだと思うんですけど、でもちょっと白い、もうこういうのすごい嫌、なんかすごい白い点みたいなのが
もうなんか気にしない方がいいのかな。レンズガードしていけばよかった。もうこういうの本当後悔先立たずっていうか、めちゃへこんでますね。昨日ビジョンプロ落とすし、なんだろう、サブチャンネル撮ると何かを何か壊すジンクスなんないようにちょっとしたいんですけど、いや360度カメラ結局ここなんですよね。なんかレンズが裏にあるってことをついつい忘れちゃうっていう、これ僕だけじゃないと思うんだよな。僕がポンコツなのはもちろんあるんですけど、僕が悪いだけじゃない僕が悪いだけじゃないと思いたいんだけどな。なんかうわすっげえ今あー撮れてかな、なんかなんて言うんだろう、あれペリカンじゃなくてペリカンかな、めっちゃ垂直落下して餌取りにズボーンって落ちたの。360度カメラだったらこういうのがまあ後でできるんですけど、これは何せワタレックスタイル撮るんで、インスタ360度 360X4 だとはいえ、これはもうメモリーカードから取って出しで、もしくはもうお蔵入り秘宝どちらかです。音がまともに取れてなかったらちょっとお蔵入りかなっていう気もするんですけど、で音もですね、あそうそう、本来話したかったことはその秘宝が話したかったわけではなくて、今日多分この動画が上がってる状態で最新のその車載ドリドライブリベンジですね、このインスタ360X4 で思いつきでサンバイザーのところにこれを逆さずりで引っ掛けて、ドライブ動画撮ったんですけど、これはなかなかね、まあ、露出に関してはかなり改善が見られたと思います。かなり、まあ、完璧とは言わなくて、まあ、たまに自動露出が内側に引っ張られちゃって、どうしてもやっぱり外が白くなっちゃうっていうところは、まあそういうシーンもありましたけど、まあなんとかリカバってて、外側もそこそこ撮れてるし、なんかゲーム画面みたいな面白いアングルで撮れたんで、結構これはこれでもうちょっとまたなんかあっちで落下してる、なんかすごい勢いでストーンストーンってこうでかい鳥が垂直落下して餌取ってるんですけど、なんか露出に関してはちょっと目処が見えてきたんですけど、マイク失敗しましたね。だから今日ちょっとその実験も兼ねてるんですよ。マイクをデフォルトだとなんか自動風切り音低減モードみたいなのになってて、あれがノイズ低減だ風切り音低減だからなってて、あれがこう車内の、まあ、走行ノイズとかそういうのをなんか定期的にノイズと認識して、なんかたまにめちゃめちゃ音良くなるんですよ。なんかすっごい音が良くなって、車内の中でもめっちゃ音良くなるときとめっちゃ音が悪くなるときが結構交互に入り乱れてて、なんかそれはその多分自動風切り音低減的なものが誤動作してて、で今日これはそういうのに全部切ったステレオモードっていう、一番音はもう無加工で撮れるっていうモードにしてて、まあむしろワタレックスタイルだったらある程度カメラ任せで、今も結構風がビュー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 吹いてるんで、できるだけこの広危ね、こういうところにまたなんかこれ何木ちょっと怖くてさ、あもうこれも鉄だすもん、鉄のなんかあるから危険なんですけど、ちょっとギリギリ壁寄せまでしてできるだけ風を避けながらやってるんですけど、まあ、もしかしたらそのこうワタレックスタイルだったら自動風切り音とかノイズ除去を入れといた方が良かったかもしれないんですけど、どうせダヴィンチで編集してダヴィンチで最終的に AI 補正かけれるっていう状況であれば、完全にステレオにすればあれ音相当良かったんじゃないかなと。前半とか車内の中でも時折めっちゃ音がいいんですよね。だからインスタ360X4 のほんと難しいっすよね。やっぱカメラね、もう今時のカメラ初見レビュー無理です。かなり使い込んでいかないと、まあ、かなり高度になってるんで、もうもちろん取って出しで何にも考えずにフルオートで自動で撮ってそこそこ撮れるっていうのの、その性能を見ていただくのも正しいし、まあ普通に使うにはそれで一番ベストに撮れるべきなんですけど、結構その限界の能力を吸い出そうとすると、引き出そうとするとやっぱちょっといろいろな癖を学んで使いこなしていかないといけないんで、
時間かかりますね。もうインスタ360までX4動画いいよって思われてる方もいるかもしれないですけど、なんか少なくとも散財小説ではそこら辺結構しつこくネチネチとレビューしていく、まあいろんな動画を織り交ぜながらですけど、ネチネチレビューしていく 方がなんか真実なんじゃないかなっていう気もしてきたんで、ちょっといろいろ最近は X4 も頑張って使って、頑張ってっていうかめっちゃ気に入ってるんで、気に入ってるんだけど、このレンズの傷がどうなんだろう。今裏面を見てました。傷がめちゃめちゃ気になるけど、なんかめちゃめちゃテンションが下がりました。まあでも多分実質で本当にもうコツンも言ってないですからね。コツンも言ってない。もうなんかちょっとこう肩が当たったぐらい、肩触ったぐらいの感じで、トンってもう触れたぐらいなのに、ちょっとこのコンクリがね、ちょっとアメリカのこのコンクリが凶暴すぎました。舐めてた、舐めてました。ということで、非常にテンションが下がっている状況です。いやでもワタレックスタイル本当しつこいですけど、もう僕基本的にしつこいんで、同じもう気になっちゃうと同じネタっていうか同じことずっと言い続けちゃう感覚あるんですけど、なんかすごいなんか飛んでるなあれなんですけど、やっぱワタレックスタイルがすごいなと思うのは、なんかもう昨日のその瀬戸さんメッセージの動画もそうなんですけど、なんかどっちが本編、どっちがメインチャンネル、どっちがサブチャンネルの内容なのか分かんないレベルで、結局ワタレックスタイルを極め始めるとかなりあれなんですよね、メモリーカード取って出しとはいえ結構クオリティ上げれるんじゃないかなっていう。でなんかちょっとね、なんか新たなこの YouTube の方向性がなんか見えるんじゃないかっていうぐらい、ちょっと主語大きいですけど、まあ自分の中でですけど、なんかその YouTube ってそもそもなんかこう素人が、別にカメラの知識とかも全然詳しくない素人が、まあ本当にこう自撮りでカメラ、なんか別にすごいいいカメラとかでもなくて、あの iPhone とか、まあちょっとしたコンデジのカメラとか、当時だったらなんかザクティとかあったと思うんですけど、ああいうカメラを使って自撮りして、まあなんか結構自分の言いたい意見を言うみたいなとか、なんか自分で見つけた面白いものをみんなに紹介するみたいな、その素人感とか、なんか鳩も寄ってきた素人感とか、なんかそのなんていうかね、ライブ感みたいなのが多分 YouTube の最初の面白さで、それがだんだんやっぱりこう素人ながらに我々も機材こだわり始めたりとか、クオリティにこだわり始めたり、編集いろいろしてみたりってなったら、気づいたらもうなんかテレビ番組みたいなクオリティがもう当たり前になってきて、なんか気づいたら非常にもうテレビ化してきてるっていうか、それが全然悪いことだとは思ってないんですけど、いいことなんですけど、でも本来の楽しみ方、特に僕みたいにもう本当に趣味でやってるパターンだと、なんか結構言いたいことを言ってそれに共感してくれる人とか、まあそうじゃないよと諭してくれる人とか、まあいろんな意見をみんなでコメント欄とかでやって盛り上がるみたいな、あの建設的に盛り上がるみたいな、まあそういうのが楽しくて続けてるんですけど、なんかそこにちょっと回帰しつつ、ワタレックスタイルはそこに回帰しつつ、そのなんか築き上げてきた、素人ながらに築き上げてきたクオリティのなんか追求した出し先にもなってるっていう、なんか伝わりますかね、この雰囲気感覚が難しいんですけど、我々もこの素人ながらにどうやったら画質とかクオリティが高くなるかっていうことに、まあ頑張っては来たわけですよ。非常に遠回りをしながら、なんとか画質良くしようとか音質良くしようって頑張ってきた、その集大成がなんかこう取って出しなんだけど、画質も音質も結構いいよみたいな、なんか結構というかかなり極めたいよみたいな感じの状況に今だったらいけるんで、なんかもう本当昨日思ったんですよね。なんかメインチャンネルもあわよくば近い将来ワタレックスタイルでメインチャンネル更新できる日は来るんじゃないかとか、だから今なんかスイッチャーとか、なんかその結局あの HDMI で、なんか今はあのカメラの中の FPA だったら FPL のとか、コモドだったらコモドのメモリーカードに撮ってますけど、なんかあれを HDMI とか SDI とかで、ブラックマジックとかアトモスとかの、レコーダー、モニターレコーダーみたいなの流し込んで、でそこで
取っちゃえば、むしろそのプロレス問題とかも、なんかアトモスとかだったらもう H265 とかで取れる外部レコーダーみたいなのもあるんで、まあそれで取り込めるし、でそこでまあちょっとそのイントロとかアウトロみたいなのとか誤殺みたいなのとかだけちょちょっと編集したものだけを素材として前後に自分でもその渡れエクスタイル取りながらもオペレーションでここではいスタート、はいオープニングポチッとかってやったらそこでオープニングの画像流れて、でまたガーって喋って、で最後5冊のところまで来たら5冊プチってやったらやるみたいな、ほんとスイッチャーみたいな、簡易スイッチャーみたいな機能をうまくやるとか、あと画面収録とかもなんか HDMI の入力を 2入力ぐらい切り替えれれば、そう僕が最近やりたいやりたいっていうのが全然できてないそのAI 使いこなし講座みたいなやつとかも、なんか画面はいじゃあちょっと画面切り替えますポチッとかってやったらあの HDMI のPC の入力画面に変えて撮るとか、そういう解説動画をまあなんかまあなんだろう YouTube、まあ、YouTube ライブでやればいいじゃんっていう話もあるんですけど、 YouTube ライブで OBS とか使えば全く同じことできるんですけど、まだ OBS でまあ安倍先生もやられたけど OBS で収録しちゃえばいいのかな、なんか OBS だとちょっとクオリティが落ちるような気もするんですよね。まあそんなこともないか、まあ OBS でやってもいいんですけど、まあなんかそこら辺が、まあ、OBS でやれるかなんかそうなんかちょっと考え始めたんですよね。ただまあどこでもやれるっていうとそのレコーディングモニター、レコーディング機能付きのモニターの方がいいかなとか、まあ OBS なんか壊れたカセットのように OBS 言い出してますけど、確かに OBS がだから YouTube ライブやってるだけ、まあ、ワタレックスタイルってある意味 YouTube ライブなんで、あの YouTube ライブをあのリアルタイムに出してないだけみたいな感じなんで、でもここにはそれなりに意味があるんですよね。やっぱりあのライブだとコメントとかをどうしてもコメントとかそのリアルタイムなあの視聴者さんのこのコメントをこうやり取りしながらっていうところにどうしても行ってしまうんですけど、あの同じように見えてワタレックスタイルはやっぱりこう自問自答してるっていうか自分で何かを語りかけているっていう感じの、まあそのなんかちょっと違いがあるんですよね。メンタル的なものなのかなんか違いがあるんで、これはこれでまた似て非なるものなので、まあ本当な言いたいのはなんかメインチャンネルもあわよくばワタレックスタイルで、もちろんメインチャンネルの場合はオープニングとか5冊とかは、ちゃんと残しつつも、でももうダヴィンチ使わないみたいな、なんかあの本当に、取っ手出しで編集できちゃうと、これ新たな YouTube のなんか方向性なんじゃないかなと思って、なんかどこまでいてもワンオペで編集するとか大変すぎる、まあある意味 YouTube ライブに流れてるとか、まああのショートに流れてるっていうのも一つのこうできるだけなんていうんですかね、がっつり編集しないでもいい方向に多分流れてるところもあると思うんですよね、一つの側面としては。だからそのもうさらに行き切ったバージョンとしてワタレックを極めていくと、なんかその従来並みの、まあ僕のドリキン散財小説費ですけど散財小説程度の編集であればもう取っ手出しで作れるみたいな、これできたらこれはこれすごい世界だなと思って、あとはなんかそこにまあちょっと AI 混ぜるとか、まあでもそうか、先頭のイントロとかアウトロ的なやつはむしろそのメモリーカードからアップロードする前にチャット GPT とかでなんか FFmpeg のコマンド生成しといて、その決められたオープニングとかエンディングのファイルだけ前後にくっつけてアップロードするっていう風に、編集はあくまでもしないんですけど動画ファイルとしてくっつけてやるっていう風にすれば、あでもやっぱりそれは必要かもしれない。そうすると複数撮りも、今なんかワタレックの縛りとしてはやっぱり1個のファイルで一括でバンってアップロードしないといけないから、どうしてもこう細切れの収録はできないんですけど、あそれもいけるな、結局一回何で撮ろうが
あるところに素材を貯めといたやつを全部一連のファイルにつなげちゃって、サインエコードとかしないでも、だから多分ファイル的に1個につなげちゃって YouTube にアップロードするっていう、なんかスクリプトとか全然簡単に今時作れちゃうと思うんで、あ、それやってみようかな。それやったらなんかほぼほぼなんかワタレックスタイルなのにアングル変えられるとか、なんかすごくないですか。朝と昼と夜のなんかメッセージがちゃんとその三段時系列にありつつも、なんかおはようございますみたいなところから始まって、健やかにお過ごしくださいまでがこう一個の一連になるみたいな、あ、それも面白いですね。いや、なんかこう自問自答してると、なんかこうあんまテーマもなく、なんとなくダーッと話してるだけなんですけど、自問自答してるとどんどんアイデア湧いてきますね。あ、ちょっと早速戻ったら、なんだろう、特定のフォルダーにある、動画ファイルを全部なんかファイル名の順番でソートして全部一個にくっつけて YouTube にアップロードするみたいな、あ、そういうのちょっとプログラム作っちゃえばできますね。できる、やろ。はい、ということで、もしかすると、あ、これをすればそもそもスイッチはいらないんだ。だからこれで最初に出だしで、はい、じゃあ今日はちょっとチャット GPT の使い方紹介したいと思いますみたいなのをバッとオープニング撮っといて、じゃあちょっと画面切り替えますねって言ってポチって録画止めて、で今度画面収録クイックタイムかなんかでその画面の説明バーって撮って、でまたそれパチって止めて、で最後また終わったら、はい、ということで今日は、チャット GPT を使ったなんか旅行のスケジュールプランを作る方法を紹介しましたみたいなんで、いかがだったでしょうか、また明日、ではではパチッとこうやってやってって、で止めて、であとは一番最初最後にオープニングとエンディング のテンプレを差し込むみたいな、あばよくばあれですよね、その連番とかはプログラム的に書き換えてもいけるかもしれないんで、あー見えてきた。なんかちょっと今日に明日にはさすがにできないかもしれないですけど、ちょっと近い将来その散財小説自身もスタイルは変わんないですよね。基本的にほぼほぼ今のスタイルみたいな感じで見えるんだけど、実は裏ではワタレックスタイルで収録されてるっていう、これやってみたいですね。ちょっとどっかでちょっと自分の中でのプライベートテーマにして、ちょっとずつちょっとずつそれができるような環境を寄せてって、あわよくばやっていきたいなと思いますので、ぜひそちらも楽しみにしていただければと思います。なんかいい自己ブレストができました。将来が見えてきた。なんかワタレックスタイルすごい、なんかこう希望しかないです。 YouTuber の希望、なんかそういうデバイスも、なんかワタレックデバイスみたいなハードウェアも出てきてもいいと思うんですよね。なんかそのいくつか急できて、その、ね、今もこのインスタ360とかも、あ、確かこれとかも今時なんか録画一時停止、あれオズポケでしたっけ、一時停止してまた同じファイルの続きから書き続けるみたいな、あと今時だとこれ録画ボタン長押しするとこの収録なしにして保存しないとか、なんかそういう、だから何カメラ自体でなんかインスタントカット割り編集みたいな、やっぱもう分かってきてるのかもしれないですね。僕がなんかおすごい発見みたいに思ってるけど、もうカメラメーカーとかも中華系のカメラメーカーとかもうそこら辺全然意識して作り始めてるのかもしれないです。はい、ということで、あ、やばい、長くなってしまった。もう20分超えてしまったんで、ということで、本日も健やかにお過ごしください。当日収録しております。最初に言ったかな、日付と当日収録か前日収録かっていうのと、最後に健やかにお過ごしくださいがやっぱりで締めるっていうのがこのワタレックスタイルなんで、ちょっとこれは流行らせたいと思います。ということで、ちょっと仕事上がりの夕方、まだ日が伸びてますけど、今日ネズミさん女子会で遊びに行っちゃったんで、一人でよくいつもドローン飛ばしているこの海沿いからワタレック収録してみました。ということで、本日も健やかにお過ごしください。ドリキンでした。